リン酸塩の吸膨モデルホスファターゼとは、リン酸モノエステル加水分解酵素のことであり、リン酸モノエステル、または、ポリリン酸化合物を加水分解し、リン酸と水酸元を持つ化合物とに変換する脱リン酸化酵素である。ホスファターゼが、気質の加水分解を行うことから、加水分解酵素に分類される。プロテインキナーゼなどによるリン酸化と、 ホスファターゼによる脱リン酸化が細胞制御や細胞シグナル伝達において多くの役割を担っているので、ホスファターゼは多くの生物的機能にとって重要である。ホスファターゼが分子からリン酸元を取り除く一方で、キナーゼは ATP から分子へのリン酸元の転移を進める。同時にキナーゼとホスファターゼは細胞制御ネットワークにとって 重要な翻訳語就職を支持する。ホスファターゼは、リン酸分子から、電子伝達体に、ン酸元を動かす反応を触媒するホスホリラーゼと、混同してはならない。ホスファターゼは、細胞の機能調節などに深く関わっているため、製薬研究においても、関心を集めている。なお講義に、リン酸ジエステル加水分解構想を含めることもある。 ホスファターゼは、気質特異性の低いタイプと高いタイプに分けられる。前者には、アルカリホスファターゼや酸性ホスファターゼがあり、P、ニトロフェニルリン酸などの発色気質により活性を測定することができる。後者には、グルコースマイナス1ホスファターゼや、タンパク質ホスファターゼなどがある。ホスファターゼが触媒する反応の一般的な、反応気候ホスファターゼは、 リン酸モノエステルを加水分解し、気質からリン酸部分を取り除く反応を触媒する。反応中に水が割り込み、リン酸イオンに大気が結合して、もう一方の化合物のヒドロキシモトがプロトン化される。結局、反応全体としてはリン酸モノエステルが分解して、リン酸とフリーなヒドロキシモトを持つ分子が生成している。ホスファターゼは、 非常に特異的に気質の見かけ上異なる部分に結合するリン酸元を脱リン酸化することができる。ホスファターゼが気質を認識するメカニズムや規則であるホスファターゼコードの特定は現在進行中であるが全てのプロテインホスファターゼの比較分析から9種の深核生物に共通してホスファトームというゲノムが存在することが分かっている。 研究によってドッキング相互作用が気質との結合に重要な役割を果たしていることが明らかになった。ホスファターゼは気質上の様々なモチーフを認識し相互作用している。これらのモチーフは活性部以外とは親和性が低く結合しにくい。それぞれのドッキング部位での相互作用は弱いが多くの相互作用が 同時に起こるため、累積効果により、結合特異性が生まれる。ドッキング相互作用は、アロステリック制御にも影響し、触媒活性を制御する。キナーゼとは、対照的に、ホスファターゼは、様々な気質を認識し、反応を触媒する。例えば人では、セリン、トレオニン特異的タンパク質キナーゼは、セリン、トレオニンホスファターゼより10倍多い。この不均衡は、 人のホスファトームについての知識、つまり、細胞や組織など生体内でのホスファターゼの完全な表現が不十分であることが一因である。多くのホスファターゼは未発見であり、発見されているものについても気質が分かっていないものが多い。しかし研究の進んでいるホスファターゼ、キナーゼの組み合わせの中では、ホスファターゼは相方のキナーゼよりも型、機能の両面で、 多くの種類があることがわかっている。これはホスファターゼが不安定であることに起因していると考えられている。カルシニューリンは免疫系で機能するプロテインホスファターゼプロテインホスファターゼはタンパク質のアミノ酸残機を脱リン酸化する酵素である。プロテインキナーゼがタンパク質のリン酸化において伝達物質になるのに対しホスファターゼはリン酸元を取り除く。 この反応は細胞内で再び信号伝達ができるようにするのに非常に重要である。このようなキナーゼとホスファターゼの連携が膨大な数の細胞の制御を司っている。リン酸化、そして脱リン酸化はタンパク質の翻訳語就職の中で最も多い反応であり、全タンパク質の中で最大約30%がリン酸化されていると考えられている。 著名なプロテインホスファターゼには、プロテインホスファターゼにと、PP2 バイトがある。PP2A は、DNA 複製や代謝、転写や身長など様々な制御プロセスに関わっている。カルシニューリンとも呼ばれる PP2 バイトは、T 細胞の分裂に関わっている。このため、免疫系の抑制を目的とする薬の標的となる。ヌクレオシドとヌクレオチドは、 リン酸元が一つ結合している点が異なっているが、ヌクレオチドのリン酸元は、ヌクレオチダーゼによって改裂する。ヌクレオチダーゼは、ヌクレオチドを加水分解し、ヌクレオシドとリン酸イオンを生成する反応を触媒する、酵素である。ヌクレオチダーゼは、ヌクレオチドとヌクレオシドのバランスを維持する役割の一部を、担っているため、細胞の向上性を維持するのに重要である。 ある種のヌクレオチダーゼは、細胞外で、細胞内に運搬して、サルベージ経路を通って、ヌクレオチドを作るのに使われるヌクレオシドを合成する、機能がある。細胞内部ではストレスがかかると、ヌクレオチダーゼが、エネルギーレベルを維持するのに役立つ。酸素や栄養が供給されなくなった細胞では一時エネルギー源となる ATP などのヌクレオシド三ン酸化物の維持の、ためより、 多くのヌクレオッチドが活かされる。ホスファターゼは炭水化物に対しても、糖心性の中間性生物として働く。糖心性はグルコースを炭水化物ではない、栓具体から生合成する経路である。多くの生体組織はグルコースからしかエネルギーを得られないので、この経路は重要である。グルコースマイナス6ホスファターゼと、フルクトースマイナス1、6 ビスホスファターゼという二つのホスファターゼが、等身性の不可逆ステップを触媒する。それぞれが、ヘキソースの糖ン酸中間体から、リン酸元を取り除く。酵素委員会は、ホスファターゼの大分類として104のファミリーを認定している。ホスファターゼは、気質特異性と触媒ドメインにおける、配列相同性によって分類される。 ホスファターゼのファミリーは100以上存在するが、そのすべてが全体的には同じ加水分解反応を触媒する。一つのホスファターゼがただ一つの基質にしか反応しないわけではないから、ホスファターゼは現在受け入れられている分類システムとは相入れないところがある。一部のホスファターゼは結合する基質を選ばず、多くの異なる基質を認識し、 逆に一つの基質が様々なホスファターゼに認識される。認識する基質のタンパク質によって定義される、プロテインホスファターゼがタンパク質でない基質の脱リン酸化を触媒するケースもある。同様に、二つの基質に対して得意性を示す、プロテインチロシンホスファターゼが、チロシン残機だけでなく、セリン残機に対しても反応する。したがって、 一つのホスファターゼが様々なファミリーの性質を示すことがある。ありがとうございます。